皆、えー、さん、昔から変わらない教えってあるじゃないですか。まあ、確かにそれが真理なのかもしれませんが、逆にそれだけ多くの人がことを果たせなかったということでもありますよね。えー、例えば、ダイエットが分かりやすいと思いますけども、ダイエットの基本条項っていうのは、おそらくね、食べずに動くだけだと思うんですよ。たったこれだけなんですよ。あと何もいらないと思うんですよ。食べずに動く。そうすると痩せると思うんですよね。 いや、健康が害されるじゃないかっていう話もあると思いますけどもこれは大丈夫なんですよね実はね全く食べないと体中の蓄積した贅肉や筋肉から栄養補給するんで痩せるまでは大丈夫なんですよ痩せるまではお腹が空くけども別に精神状態もちょっとおかしくなるかもしれないですけどもねやっぱそういうことやったらまあけど痩せるまでは生きているんですよ いやあのよくね、ボクサーが減量するじゃないですか。例えばね、3日で5キロとか、10日で10キロとか痩せるんですよ。減量っていうので。それは食べずに、サンドバッグ叩いたり、ダッシュしたり、腕立てや筋トレするだけなんですよね。食べるとしても、りんご1個とか、水1杯とかっていう、究極の食べない、飲まないするんですよ。じゃあ、このね、ダイエットに関して、 食べずに動くっていう誰でもわかることがいつまで経っても多くの人がうまくいかないっていう現実を見たときにいやこれは確かにその通りなんだけどほとんどの人ができないでしょってことをね示しているのかなと思うんですよで他のありがたい教えにしてもすごくシンプルなんだけどもだけどもほとんどの人ができないでしょっていうものが根っこにあるんで間違いではないしその通りなんだけども 人類にはそれはねあんまりマッチしてないよってことなんですよねきっとねだからビジネスにしてもシンプルなんだけどもどういうわけかほとんどの人はできないんですよ目の前の苦痛から逃れたいんでえそして長期的な安定した安心とか安全とか達成ってものに行き着かないんですよねだって1日2日10日20日の苦痛の方が自分にとっては避けやすいものだからなんですよね で10日間厳しい思いをしたら1年間楽ちんですよって言ってもやっぱりね10日間間楽して1年間きつい方を選んんゃうんですよね。だから思うんですよ一回あのーまあ、本当に腹くくってね片手片足失うつもりでビジネスやってみたらきついけど短期間で突破してあと一生金の心配なしみたいな人生を送れるんですよね。 でシンプルなんですけどもでもほとんどの人がやってる最中のオンタイムの苦痛に耐えられなくって長期的なのんびりとした苦痛を受け入れちゃうんですよね、うん、なん何度もかんともですねじゃあちょっとこれで今日は休みますいってらっしゃい